皆さんこんにちはえー、今回から本格的に鎌倉時代ということになりますその第一歩なんですが鎌倉幕府がどういうふうな形で出来上がっていたかその鎌倉幕府の構造とか御家人のシステムとかそういうところを見ていきますまずは構造のところラインナップを見ていきますね、えー、こんな感じになります統治機構の全体図、まあ、図を見ながら侍所九門所万所門中所守護寺と、そして 中央と地方にそれぞれどんな役職があったかそしてどんな人たちがいたのか和田義盛とか大江の広本三好康信こういう名前やね、大文三家城という守護の仕事についてお話をしていきますはい、それでは見ていきましょう統治機構まずは全体図なんて書いてありますね全体図になりますで、将軍がいて西大将軍ですね そのとに中央と地方なんてて書いてありますでまずね「執権なんていう単語これ聞いたことあった人もいるんかなと思うんですがどうでしょうかねこれ実は連書表情集引き付け集全て大事な単語なんですが後から出てくるんですここではまずは一番最初にあったものというところでちょっとこれはちょっと影を薄く、ね、しておきます消すわけじゃないんですけどねちょっとあんまり強調しないで。 もうシンプルにごちゃごちゃ感これね結構いっぱいあって嫌だななんてすでに思ってる人いない中央と地方にどういうのがあったのかで後からどういうのが足されたかというところをイメージしてもらいたいここはまずは中央と地方で中央って何ですかそもそも中央って何ですかこれは鎌倉、あのー、古代とかではね中央と言ったら京都だったりするその時その時の中央っていうのは政権のある場所になります古代平安京に都がある時は平安京が中央だし でその時には地方扱いだったがここ鎌倉幕府ですから鎌倉が中央以外のところ例えば京都を含めてね京都を含めてねこれ地方になってるから注意をしといてください大丈夫ちなみにちなみに鎌倉ってどこ鎌倉ってどこ大丈夫ですよね神奈川県ねそして昔で言うと相模の国なんて言います神奈川県鎌倉市そんな中央に置かれた役所ですけれども参りましょうじゃん。侍所 まず漢字、ね、侍どころの「侍」という漢字「門中所の門」「公文書の門」結構漢字間違いやすいところの方向だから注意をしてください「侍人面だぜ行人弁じゃないぞと」とそれから「公文書の門」と「門中所の門」は漢字違う「おおこっちは文でこっちは門構えで」なんて言いながら「門中所の門」に口を忘れたりねするしていますから注意してください。そして 久保んはすぐにまんどころ政治のせいと書いてまんどころと名前が変わります地方には京都守護鎮陳勢西を沈める武業から欧州総武業後で見てきますけど守護自動というのを各地に置くというふうな形になりますこんな感じで都というか幕府というか都じゃないね幕府ですねこの鎌倉幕府ま時、あの都みたいに反映していくんですけれどもその幕府にこんなんが そして地方に困難が置かれた。まあ、困難って言われてもわかんないですよね。だから、中身をもうちょっと。どういうことをする。誰がどんな役職に就任。というのをもうちょっと見ていくことにしましょう。はい。では。中央の統治機構ということになりますね。まずは中央鎌倉です。さっきやった。侍所、公文書、文中書、漢字注意しながらね。 ちなみにこの九文書はすぐにまんどころ名前変わりますから、まあ、書いておきますかね九文書途中からまんどころといっても OK でこの九文書まんどころなんてとこを含めていきましょう侍どころとは武士を統率もう一気に出しちゃいましょうかその長官を和田義盛といいますねこの武士御家人と言ってくれても構いません武士のリーダー御家人のリーダーは武士代表です和田義盛和田義盛 これが初代別当といって長官になります。侍来どこれでした。次は久門ジ文マンの頃、政務一般と書いてあります。初代の別当長官にはおえの広元なんていう人物、フロム貴族、ね貴族出身です。まあ考えてみれば当たり前っていうか幕府武士っていうのは初めて政権を握るけど実際政権をちゃんとやったことがないから、だから武士よりもやっぱり最初は貴族にちょっといろいろねアドバイスをお願いした方がいうことでおえなんて名前昔。 大江の政房とか出てきたこともあるんだけどね、えー、御三条天皇ぐらいのところかなまあちなみにこの三好安信訴訟裁判これも遥か前に醍醐天皇の時三好清雪なんて前なキャラ出てきたりしたことがあったその子孫でもあります大江の広元貴族それから裁判門中書訴訟裁判のこれ執事と言いますね門中書の初代執事三好安信 ここの三好安信はマイナーキャラとかじゃありませんこれ結構重要人物ちなみにちなみにこの三好の「いよし」も漢字注意ねこれ「前という字を変えて三好あとでね違う三好さんとかが同じ三好だけど違う漢字の三好さんが戦国時代に出てくるんですよなので「三二前で「三好」が「文中書」の初代羊ポイントは「文中書」の文口忘れるなこの漢字ねを注意しておいてください。こんなんなで中央の倉 に侍所、ころくも門中将というのが分かれそれぞれの長官に和田義盛大江の広本三好那須信もうすでに嫌になっている人いないかななんか人がいっぱい出てきてややこしいなとこれは例えば単語カードみたいに人覚えちゃうのもいいかもしれませんねこんな単語カード英単語よりもちょっと大きいやつがいいかと思いますが表に鎌倉幕府の役所とその長官と書いてね裏に侍所のトップは和田義盛くもんのトップは 大江の本まだ具体的な政治で出てくるわけではないこの段階だとちょっとやっぱごっちゃになりやすいのがむしろ普通ですからそこは時間をかける。な、ね、これ何で単語カードをするかっていうと繰り返したいからなんだよね例えば通学の途中うまく使うとかねこれ電車に乗ったりね、まあ、自転車の人とかはこれ自転車の上じゃ危ないかもしれないけどこれうまいことをそういった時間を使いながら繰り返す。 簡単に覚えられるところはほっときゃいいのよ一回二回でなんとかなるでもなかなか覚えられないところ覚えられないのが当たり前という前提で何回も繰り返すようにするといいかなと思いますまずこれが中央の鎌倉幕府鎌倉の統治機構というところになり次は地方ですはいそしたら行きましょう今度は地方の統治機構ねまあ中央に対して地方 鎌倉幕府の鎌倉中央に対して全国各地ににどんななのが置かかれたかいうことになります京都九州陸津というふうに重要ポイントにはねいろんな役職が置かれるっていうのはさらっと言っとく京都に京都守護から九州には鎮税奉行鎮税奉行それから陸津には奥州総奉行ね奥州と陸津って一緒ですから奥州と奥州と陸奥って一緒ですから。そして後の 六波羅丹大なんて書いてありますけれどもこの六波羅丹大鎮勢丹大有名な単語ですが後でやりますここ執権連習と一緒でそのやるタイミングにどうしてこういうのがどういうところに置かれたのかちゃんとお話しするのでまずはちょっと置いときましょうちょっと影を薄くさして大事なのはこの色がついているところさらに見て分かる通り大事そうだな守護地統守護地統守護地統いきましょう守護というのは国ごとに設置地統というのは 公領省縁ごとに設置まあ省縁公領ごとに置かれたその辞党の中の有力者有力御家人とありますがこの御家人と辞党はイコールです御家人と辞党はイコールですでそれが主語に任命されて職務は大盆参加上何のこっちゃっていう人見てみましょうかよいしょ。これイメージ図ねイメージ図ね国があって 国があって、まあ相模の国みたいな国ですね。そしてそれぞれにちょっと枠みたいになってるけど、こんな綺麗に五万目に分かれているわけじゃありませんが、荘園と綱領、荘園と軍合法という綱領。で、その荘園綱領ごとに地頭が置かれる。荘園綱領ごとに地頭が置かれる。小ネメシ。そして、この地頭の中から守護が、地頭の中から守護が。 気づくかなこの主語と地頭重なっているけれども自答の中から主語がこんな感じなんです最初はだんだん変わっていきますけどもねでこんな一つ一つ荘園校領ごとに自答が置かれそのリーダーと思ってください主語まあ学校でいうクラスでいう学級委員みたいな部活でいう部長みたいなそんな主語にあたる人が何すんの主語って何なのこれが大盆参加条がその主語の仕事のみとあります大盆参加上しかないんです。 後から変わるよ時代が変わってどんどん変わってきますがただ最初は主語の仕事はここあるでやり大判役っつう義務があるんだけどそれをね今回はあんたが行きなさいなんてまあこれ催促する決める係あるいは「無本人殺害人」という悪いことをした人を捕まえる係これがこれ。 大番最速無本人逮捕殺害人逮捕まとめて大盆参加所参加所の「か」漢字で書いてもねこの方カ々カの「か」有字で書いてくれてもどちらでも構いませんこれは授業でやった通りに直してくれれば OK そして「児童というのは「荘園公寮ごとに設置」とありますが仕事は税金徴収、土地管理今まで「召喚」なんて「荘園」の中でね「召喚」なんて呼ばれてたそんな人たちがやっていたその「 税金徴収土地管理の仕事これが地頭荘園だったら召喚あるいは公領だったら軍事、ね、公領だったら軍事こういったところだった人たちが地頭に任命されるというふうな形地頭に任命するってどんなのかっていうのはまた次回ね御家人制でやっていきますがまずはここで守護地頭というのが全国に置かれた守護の仕事は大盆参加上だけだったよ。 そして地頭はその自分の荘園交領制の中の荘園交領ってやつを管理するんだいうのを押さえてくれれば OK これが鎌倉幕府の地方鎌倉じゃないところに置かれた役職というかそういったものになるわけですはいそれでは最後練習していくことにしましょう、えー、こんな統治機構の図が出てきますね 中央とそれから地方ねえそれぞれどんな役職があったかというのを入れていきましょう中央ではこれ武士の統率政務一般とありますまあ中央って鎌倉ですけどね武士の統率は侍どころ侍どころ人弁ですからね両人弁じゃないから漢字注意それから政務一般というところは苦悶所後に万どころ なんて名前変わりますけど最初は「公文上というところそして訴訟裁判これが文中書それから「地方」です、えー、京都集合鎮西奉行などとありますが、まあ、こういう特別職ではなくて普段というか全国というか置かれたものとして「 まず荘園公領ごと公領荘園ごとに自統それからもう一つこれだけでちょっと分かんないかもしれないけど職務しか書いてないとねこれが国ごとに設置されたというふうに捉えてもらうと主語ですねよいしょそしてここに主語を入れるとその職務 仕事をまとめて何と言いますか大盆三箇条ですね大盆半と書いて大盆と言いますね大盆三箇条でこの大盆三箇条の中身が何なのか大盤催促、無本人逮捕殺害人逮捕ということになりますこの大盆採測大盆三箇条の彼女は カタカナのカーでも竹冠を書いたねこんな感じで三箇条のカーという字を書くときもありますまあ、学校の先生が書くような形で書いてくれたら OK かなと思いますというわけで中央に侍どころ苦文書門中書地方に守護と地頭こんなのを置いたのが鎌倉幕府の統治機構なんだいうのを忘れないようにしてください と、はい、ということで、まあ、鎌倉幕府の統治機構まあ実際には鎌倉幕府最初の段階の、ねえー、統治機構というところまずはお役所見ていく形になりました。でこの、ね、図をね一回自分で書いちゃうといいですよね。将軍がいてその隣に侍所文中書で何も見ないで白い紙にそれから地方には守護寺と、これだけですからこれを書いてこれらが同じ大セットなんだよっていうふうに練習するとすぐに定着してくるんじゃないかな。 意識としてはまだ鎌倉しかやってないけど、この後の室町時代とか江戸時代とどう違うのかっていうのが大事なので、まずはここをしっかり覚えちゃう。そうすると、その後室町とか出てきた時にあ鎌倉とこういう風に違うよ。っていう風に区別ができる。区別しないとごちゃごちゃになるね。そういう風な悪循環にならないようにね。まずしっかり鎌倉のお役所を覚えてみてください。